ビ<ズ>週間グラフで見る新型コロナまずは都道府県別の新規感染者を曜日の影響を受けない7日間平均で見てみましょう新規感染者の数を見ると過去最多の第7波が続き全体としては感染拡大が続いています。たただ8月に入った頃からの増加スピードは減速していてい 特に東京では減少が見られます続いて感染者がどの程度増えているかをチェックしますご覧のグラフは新規感染者が1週間前に比べてどの程度増えているかの比率で1を超えると増加しているということになります 7月の中旬に2倍を超えているのは秋田や岩手など人口が少ない地域になっていて大都市は上位に入らなくなっています8月に入ると2倍を超える地域はなくなり全国的に感染拡大のスピードが減速していることがわかります